北朝鮮が貨物船、ワイズ・オネストを差し押さえられたことに、不法と抗議した中、米国政府はこの主張に反発した。米国務省のモーガン・オルタガス報道官は23日、北朝鮮の金星国連大使が先頃、ワイズ・オネストの差し押さえに抗議する記者会見を開いたことについて、我々は、 すべてを国際法に沿って処理すると回答。また、我々は、国際法を信じられないくらいに尊重しているという言葉で北朝鮮側の主張を一周した。